消防車が出てくるんだよ。楽しみだね。それじゃあ早速見てみよう。車は全部で4台だよ。まずはこれ。これは照明電源車っていうんだ。夜暗い時にこのライトで強い光を照らして活躍する車だよ。ライトはこうやって伸びたり縮んだりいろんな方向に向いたりするよ。停電の時でも大丈夫なんだって。すごいよね。次の車はこれ。この車は災害対策要救助車3型っていうんだって。あ、ここにクレーンがついてるね。これらの装備でいろんな救助活動に対応するんだって。かっこいいよね。次はこの車。これは査察広報車っていうんだ。現場に行って広報のサポートや防火対象物の査察などをするよ。後ろが開くようになっているね。この車は日産の NV350 キャラバンっていうんだって。そして最後はこの車。見たことある子もいるかな。はしご付き消防車だよ。高いところの火事の時にはしごを伸ばして火を消したりするんだ。このはしごはいろんな方